ただいまお父さんハロー、アサギーニョです。じゃーん、マツキヨで大量購入してきちゃった。2万5000ぐらいの大量購入。私さ、今リップのさ、色なんやろ、あのリップ入れてるポーチ忘れてきちゃって赤いリップしかなくて、で、ちょっといろいろ買ってたら2万5000円にもなっちゃって、おじいちゃんにね、マツキヨでプレゼントも買ってきました。おじいちゃん、これ東京バナナ、お土産、お江戸の土産や。お江戸の土産言うたら東京バナナ一択や。キュン。あ、プチプラリップのバズコスメといえばこのリップモンスターでしょ。ピンク色、どっちも買ってみた。リップモンスターはさ、マジでさ、もう手に入らんかったやん。もう幻のリップみたいな感じになってて、私は今更ゲットしました。13番。あー、かわいい色、めっちゃ青みピンク、かわいい、今日の服にぴったりで、こっちはてか、おじいちゃんこんなカメラにさ、ペラペラ喋ってる孫を見てどんな気分なんやろ。おじいちゃん世代の人なんかさ、こんな光景見ることないやんどういう気分で、こっちが、うわ、めっちゃジュワってした色で最高かも。結構ラスボスっていう7番の方がちょっと赤っぽい感じ。うわ、めっちゃいい色、最高。なんか内側からジュワってした感じ。ちょっとリップピンク塗ってみようか。うわ、塗り心地もツルンツルンして気持ちいい。あ、めっちゃ良くない？いいやん。ちょっと上からこれも塗ってみるか。ちょっと内側だけこれ塗ったら、めっちゃいいな。なんかサランラップピッてしたみたいに膜が張って、しかもこれ取れないんやろ、噂によると。最高やん。あともう一個リップ買ったん。あ、これ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 もバズコスメなんやろ。うちちょっと調べてみた。セザンヌのリップカラーシールド04番メローピンク、これが流行ってるらしくて、なんて言ったかな、ジェル膜リップみたいな、唇に膜が張ったみたいな、パーンってした使い心地で超流行ってるって聞きましたけど、情報が古かったらごめんね。これは、あ、結構ね、見た目ね、赤いけどピンク色選んだけどね。あー、こんな感じで、さっきよりももうちょっと、ちょっとだけオレンジ味が入ったようなピンク、かわいい。上から塗っても色わからんけど、あ、塗り心地一緒やな。でもリップモンスターと似てる、プリプリで。な、私最近な、悩んでることがあって、唇の皮めくれ問題、結構深刻で、可愛いリップしてもメロ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 って出てきちゃうから、スクラブ買いました。今おじいちゃん、私の大好物、おじいちゃんが昔からよく作ってくれてた思い出の食べ物、スッキャネンを作ってくれてます。それができるまでに商品紹介終わらせます。あ、これだ、じゃん、とろけるスクラブマーバーなんで言われへんのこれ、とろけるスクラブバーム。なんかスティックタイプの硬いやつ使ったことあんねんけど、なんか硬すぎて、なんかあんまちょっと私には合ってなくて、ビフェスタから出てるやつ。ああ、いい、これ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 を求めてた。こんな感じでトリュフチョコぐらいの柔らかさで、こうやってねり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 ってスクラブを、これは期待大。これで私の唇もプルプルになるかな。じゃあ次です。あとね、コスメを買いまして、コスメっていうの、コスメ用品、ケイトのブラシ。これね、ほんまに一昨日か、私のメイクさんがあのファンデーション塗るときに使ってて、リキッドファンデのときに。え、もうできたん？うわ、早ー、すぐできる。いただきます。これこれこれ、最高。これが私の思い出のスッキャネンです。いただきます。おじいちゃんは作るときにいつもこのお肉を入れてくれんねん。で、この卵、ちょっと固めの卵が入ってるのが特徴です。いただきます。やばい、よだれが出てきた。熱そう。ちょっと熱いわ、ちょっとだけ待つわ、ちょっとだけ冷ますわ。冷ましたっけ。うん、あー、ありがとうありがとう、ありがとう、強炭酸、ここは大きなの。うん、ありがとう。あまり冷えてるな、ちゃうか。いや、冷えてるで。うち常温でも大丈夫。バキュン。ちょっと続き、これはケイトのリキッドファンデーションを伸ばすブラシで、メイクさん使ってるのめっちゃ使い心地良さそうやったし、超綺麗に塗ってたから真似しました。こんな感じで超短いのブラシが、で、ふわふわなんよ。こ
これでね、リキッドファンデを均等に綺麗に塗ることができるかなという感じで買いました。うちはすぐ真似します。気をつけて皆さん、私の周りの皆さん。あとはケイトのアイブロウパウダーも買いました。こんな感じでピンク色も入ってるんやね。眉毛にこのピンク入れたらちょっと抜け感ができて可愛いかなと思って。冷めたかな。うん、うまっ。おじいちゃんうまい。おいしい。うん、うまっ。これ最高にうまい。てか家にこのラーメン皿あるのも地味にすごない？このラーメン専用の皿みんなあるもん。すっげね、大阪限定。どうせならおじいちゃんとこで食べるか。どこもあんないんだけど。元気よな、でもタバコ吸うだけなんか排気すなって、ね、肺が生きてくるし。タバコでね、うん、肺がね。後悔してる？タバコ吸ってたこと。後悔してる。あ、してる。後悔しなかったらなるじゃん。あ、お湯飲んでるやん。あ、でもお茶にしてんのか。お茶にしよう。お湯のそのままが便秘にいいんやで。あ、そうか。そうやね。まだ自転車乗れるからな。自転車乗ってんの？電動自転車やけど、うん、2日に1回か3日にペグル行くぐらい。2日に1回、うん、自転車に乗って市場に行くと。元気すぎ。うちより動いてるかも。おじいちゃん冷蔵庫も運んだもんな、この前な。一人で冷蔵庫運んでた。冷蔵庫洗濯機も。あー、キュン。よし、続き紹介します。え、大雨降ってるかも。新幹線。え、次はパックです。このパックが大好きでこれを買ってます。こっちがあの毛穴、集中毛穴ケアで、このこれも結構さバズったよな一時期。私原宿のアトコスメも原宿の薬局でも全部売り切れてた。クオリティファーストのスーパー VC100、 これで。こっちが集中ホワイト。私最近ほんまにこう内側からこうパンって透けるような美肌になりたいのよ。あと日焼けめっちゃ気をつけてて、毎日パックしてんねんけど、よりあの日焼けした時とかはこういうので抑えたいなっていうことで買いました。これね、結構使い心地もいい感じ、このパックのあれも。で、私の大好きなやつを紹介すると、このパーフェクトワンフォーカス、このクレンジングをずっと最近使ってて、リピ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 って感じなんやけど、これのピンクバージョン買ってみました。何が違うんやろ。いつもは黄色。これのすごいのが、バームってさ基本さオイリーやんか。だからさ、私マツエクやからさ、オイルのさクレンジング絶対 NG やねんけど、これマツエク OK。 なんでってぐらいちゃんとバームやねんで。ほんまになんかオイリーな感じでつるんってじゅわーっとろんってしてんねんけど、マツエク OK やねん。そう、それが気に入ってて、で、お肌にこう摩擦かけなくてもつるんって溶けて、じゅわじゅわ溶けていくからめちゃくちゃ気に入ってます。これおすすめです。んで、これ1日1しか。いつもは緑色のやつやけど、今回は黄色買ってみました。色違い買いがち。バキュン。で、ファンデーションを伸ばすためのスポンジです。使い捨てのやつ。ブラシでこうやってなじませてから、このスポンジでポン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 って押さえる感じでやると、より密着するし、ちゃんとムラなく綺麗にできるから。この2セットね、いつもこうエッグ型の卵型のやつ使ってんねんけど、旅先で洗うの大変やから乾かへんし、だからこれ買いました。で、これもう今年の優勝 UV アイテムです。これもう毎日使ってんねんけど、私その忘れてきたポーチの中にこれ入れちゃってて、やっぱさ日焼け止めってさ、塗り直ししないと結局どんだけ強いやつでもさ取れちゃったら効果ないから、塗り直ししやすさが一番大事なんじゃないかって。で、ちょっとめんどくさいからいっかとか言ってさ、パテ外出てさ焼けちゃったらさ、今までの苦労なんやったんって感じやん。だからしっかり見て、こんだけでさ、こんだけでいいんやから。しかもさベタベタせえへんしさ、服につくっていうさ心配もないし、マジでこれ最高。水、ほんまに水分、指先とかもこうやってしなくても、こうやってシュシュこうやってできるから。まだこれ買ってない人、出会ってない人は
超おすすめです。これはほんまに買ってみてください。はい、次。あ、これダーンが使ってるやつです。これ頼まれたので。ダーンはスポーツするときにこれがやっぱり取れにくくっていいらしい。次、私ちょっと化粧水が切れかけてて、旅行用のちっちゃいやつ、このアベンヌのスプレータイプの化粧水、これちっちゃいしいいやんと思って。パキン。ブドウ美味しい。ブドウ美味しい。桃好きだったな。うん、こしたもあんまり美味しなかったな、確か。あ、そうなん。でも最近はさ、ブドウが好きやで、うち死んだおばあちゃんな、コマブドウ好きだった。死んだおばあちゃんはスイカが好きやった。なるほど。死んだおばあちゃんっていうネーミング、ちょっと重たい。死んだおばあちゃん以外に何か。うちが生まれるさ、直前に亡くなったやんな、死んだおばあちゃん。あんたまだお腹が大きい時な。そうだから、生まれ変わりだみたいな感じで言われてたらしい。私が、あんた生まれ変わりやったんやな。私だから生まれ変わりかもしれない。おばあちゃん名前何やったっけ。ふさこ。ふさこさんの生まれ変わりってすごくあがめ立て祀られた。ふさこさんっていう名前、私たちいつも共通言語で、もう死んだおばあちゃんっていうネーミングやったから。めっちゃね、アベンヌね、霧が細かくていいんやって。お風呂出た瞬間とかにファーってやるのもいいんですよ。あ、おじいちゃん、これプレゼントです。ごぼう茶。これでな、うんち出るって。あ、ほうか。うん、これはお水にも溶けるって。あ、ほうか。うん、これペチャって。次、こちらです。毛穴、角質毛穴。私最近この小鼻の周りの毛穴とこの顎がめっちゃ気になってて、そう、なんか見えんねん、毛穴が、目に。だからこれを塗ろうかなって。で、これは前髪キープ。前髪がぺったんこなるからこれ買ってみたけど、これ前髪どころか全体的に塗ってもいいんかな。前髪は分かれんのがさ、ほんまに映えないやん。私前髪がこうパカって分かれたりさ、こんなんなるのがめっちゃ嫌やからさ、学生の頃からプリクラとかでもこうやって分かれてたらさ、ここだけさ、なんか落書きで消してたぐらい嫌やから、これでキープできんのかな。使ってみます。サラフアナ仕上がりが続くと。そしてグミ。本当に最近空前絶後のグミブーム、日本中、私の周りもめっちゃグミブームやねんけど、グミなんかさ、うち今までグミとか買わんかったけどさ、なんやろう、グミ見つけたらすぐ買っちゃうねん。これはめっちゃ噛み応えあるコーラのグミで、こっちはホイフル。これずっと美味しいよね。パキン。はい、もうおじいちゃんと喋り倒して何時間も、しゃべくりセブンって感じで、もうさ、おじいちゃん口達者やからさ、もうずーっとさ、あの感じで喋ってるからさ、もう私の方がヘロヘロになっちゃって、体力ありすぎ、あと記憶力ありすぎ。ちょっとメイク落とします。もうどこにも行かないので。はい、パーフェクトワンフォーカスのピンク。おじいちゃんさ、あんな感じで優しいけどさ、うち一回さ、縁切られてんねん。パワーワード。そう、普通に縁切られちゃってる。何があったかっていうと、どのぐらい前かな、私がさ、東京に上京するって決めて引っ越しする日に、おじいちゃんにさ、改めて報告しに来てん。こうやって上に住んでてんけど、降りてきておじいちゃんに報告して、そしたらおじいちゃんもブル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 って震え始めて、ほんまにもうブルブルみたいな、もう人って怒った時ってこんな震えるんややっぱりって、なんか漫画とかでは見たことあるけど、あ、怒ったら震えるんやっていうぐらいこんなんなって、怖い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 って。まあ心配っていうのもあったんやと思うねんけど、そんなやつはもう縁切るみたいな感じで、ブチギレもブチギレ、もう何も言えへんかった。説得とかいう次元じゃなかった。もう震えすぎてうわーって怒ってた。その時縁が
切れまして、でももう私は反対を押し切ってもう逃げるようにうわーって震えてるおじいちゃんにこう正座でうちはな喋っててんけどな、後ろにママこうやってママこうやって見ててキャリーとかも全部詰めてるわけ。もう行くっていうのはもう誰も止められませんみたいな状況、おじいちゃんも知ってるからみたいな感じで、うちはもう行ってきますって言ってブワって逃げて、ドアバーン閉めて、ほんで夜行バスに乗って来たってわけ。んで数年後縁が切れた祖母と孫の対面があったわけなんですけど、でもその時全然おじいちゃん元気なんかっていう感じで普通に接してくれて、めでたしめでたし復縁しました。復縁はい、こんな感じでティント系のリップもんーってこんな感じで、しかもこれ洗った後も結構しっとりしてるから乾燥肌の人とかにおすすめやで。案件ちゃうで今。うちさほんまにさおじいちゃん子やったからさ、子供の頃からさもうおじいちゃんにくっついてさ、モンチッチみたいなお猿さんみたいにくっついてさ、おじいちゃん の自転車の後ろに乗るのがな毎日の日課でな。でおじいちゃんのこうジャンパーあるやん、後ろに乗ってるからおじいちゃんの服のジャンパーを持って、うち馬に憧れてたからさ、プリンセスに憧れてたからさ、おじいちゃんの服を持って出発行け行けとか言っておじいちゃんを馬にして生きてました。パキン、パックするときにこうやってやったらさ、ちょうど私のこの毛穴がさ気になってるここがさ隠れちゃうから、うちはいつもこうやってこうやってギリギリまでギリギリまでパックする。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。インスタのフォローも待ってます。なんか今日はまったりした感じの動画になりましたけど、どうかな。ちょっと暇でしたか、ちょっと退屈だったかな。次の動画では、チャちゃんに会いますので、その動画もお楽しみに。何これ、びっくりした、こっちが顔やった、おじいちゃんちの子。はい、じゃあ次の動画も見てね。バイバーイ、せーの、バキュン。